約400年前の慶長の頃に、現在の形に整えられたとされておりまして、猿楽または講和歌などの影響を受けて伝承されてきているものでございます。佐田神話は3部に分かれておりまして、七座神事、そして四季三馬、神の に分かれておりますが、それぞれに意味がございまして、昔の形を残して神事として長い間神社に伝わってきたものでございます。あくまでも神事でございます。そして、約400年の歴史は残っているわけでございます。これを形を変えずに、時代に継承するということを非常に大切なことだと思っておりまして、日夜練習に取り組んで、また佐田神王というのはどういう意味を持つものなのかということも研究しながらですね、後世に伝えていきたいと思っております。